本の対米認識です。日本の秩序は家族的秩序であって、家の延長に国家があり、家族を拡大したのが日本民族である。この和の心は需要の性質を帯び排他性を持たない。故に家の幸福な生活と豊かさを東亜の国々に広め、世界に広めることを是とする。これに対して英米の家庭に対する観念がそうであるごとく、世界観においても家族的秩序を全面否定する。彼らのなすところを放置しておいては、我々は家族的秩序そのものを破壊される。今かなり破壊されましたね。我々は家族的秩序を破壊せんとする英米を徹底的に破砕し、彼らの思想を絶滅せねばならぬ。彼に対しては和の精神の甘さ、日本人はそういうアメリカ人であっても、和の精神でとこうしがちだけど、それに陥らず米のを撃滅し、世界に家の秩序を広めるのが使命であると言って戦争してたんです。今のプーチンよりかなり過激でした。で、日本の目指した世界秩序というのは、各国の生態を各国の選ぶところを尊重し、差別や干渉しない地域的 共存権を確立する。それの一つが大東亜共栄圏だと。諸共栄圏の相互の共和関係に基づく新たな世界秩序、これが日本が目指す世界秩序だと、こうさっきのプーチンの演説とかなり、共通していると思います。でプーチンが目指す新世界、世界秩序というのは一極集中のモデルに代わり、公平と対等性の基本原則、地域別経済圏、地域別通貨、これ日本でも片山さんとかもなんか片山さんだけじゃなくて何人かやったんですけども、アメリカに潰されるんですよね、この地域別経済圏とか。でそれぞれの国民族の主権的な発展の権利に基づく新しい世界秩序ということを言っております。こう考えますとね、日本、今の日本が、どう考えているかは別にして、多分その現状の趨勢から言うと、プーチンのこの世界秩序っていうのはですね、実現するのではないかというふうに見ております。ただそこに日本がどういう状態で存在してるのか、あるいは関わってるのか関わってないのか、これがこれから日本の課題ですよね。少なくともその経済的にはですね、これもうどうしようもないですよね。アメリカの経済に乗っかってしまっているので、今さら、変えようがないと思いますので、アメリカデフォルトをしたりなんかして、アメリカの経済システムが壊れたら、日本の経済システムは壊れないわけにはいかないと思うんですね。ただ、それだけだったら多分日本人は復活できるんじゃないかとは、というか復活できると思うんですが、一番気になるのはやっぱ戦争ですよね。特に核戦争に引きずり込まれると、これはちょっとかなりあれですよね、ダメージが残りますんでね。やっぱりロシアは6000発ありますからね、6000発のうち何発撃ち込まれるかということもありますけれども、やっぱ戦争のダメージを引いて新しい世界秩序構築に変わっていけるかっていうと、もしかしたら終わってしまうかもしれないですね。それはとても懸念するところであります。ただ日本人の本質的なその潜在的な、思いと、それから力からするとですね、まさに80年前に日本が、国力をかけてやろうとしたことが今実現するわけですよね。だからもう一回、もちろん当時とまた状況いろいろ変わってますんで、それなりに考えなきゃいけないですけれども、そういう日本人が考えるような家族的な秩序とか、神話の世界とか、
親しく忘れる世界とか、まあ、そういうことはですね、日本人はDNA の中にしっかり残ってるはずなんで、もしそこに気がついてそれをその行動に移すことができればですね、このプーチンが目指す世界秩序の中の重要な一角をですね、日本は形成しうると思うわけです。まあ、それは日本人の、自覚と行動力によってくるとは思うんですが、まあ、それで今日の最後ですけども、まあ、少なくても戦前まで戦前の伝武がいいとかそういう話をしてるんじゃないですか、そのいろんな当然だけども我々国民として反省するべきところもいろいろあるでしょうし、まあ、それはそうだけども、日本人の信念と気迫っていう点においてはですね、やっぱり、学ぶべきところが大いにありますし、日本人は人間は宇宙自然の道理に生命活動を起すれば天上無休に栄え、これに反すれば消滅するというそういう自然観を持っているんですね。人為的なそういうものではなくて、あくまで、宇宙自然の道理というものと人間の生活活動というものが一体になると、ここが理想的なその社会のありようだと。そうすることによって、まあ、その天上無休というか、まあ、その持続的に繁栄できる。それに反すれば当然だけれども、自然的じゃない宇宙的じゃない、生活ぶりをしていれば間違いなく消滅するんだと。で、人間が存続するためには天道を全うする以外がないんだと。この天道という言い方は、まあね、今の方たちにはちょっと理解しづらいというのであれば、そういう自然のルールであるとかね、そういうことで理解してもらっていいと思います。だから日本の秩序というのはそういうその自然天然の秩序の中から学び取ったものというものをその良しとすると、だから日本人は自らの生活を天道に帰依して永遠の生命たるを自覚して力を尽くすことを良しとしておりました。この永遠の生命というのは個人の生命、だけをその自己の生命と見るのではなくて、祖先からずっと引き継いできたその継続性、その中に自分の生命もあるんだと。だから自分たちの子孫がこれから努力して国を作っていく、その中にも自分たちの生命が息づいていくんだと、まあ、そのような意味ですよね。で、正義を全うするということは、でこれを実行する信念と気迫が絶対的に必要です。知識的理解では何にも起きません、ね、知的理解というのはそういう意味では、まあ、無力です。正義というのは、まあ、これ必ず実行する信念と気迫が必要です。で、あらゆる障害を破砕して健全なる正義の秩序をこのように実現するという信念と気迫ですね。ここをその論理的にあだこうだとかこう言ってるうちは多分無理ですね。これ信念と気迫じゃないですよ。で、日本人は万難不屈の大和魂で正しきを目指して尽くすのみであると、こう、まあ、信じれた時にものすごい力を発揚したんですね。これ科学的でも何でもないですよ。これはね、そうみんなが思えるかどうかですよね。我々は正しいことを実行できるんだと、正義は勝つとこの信念を疑いなく持てるかどうかっていう、やっぱりそういうところがこれから特に大変な時代になった時に、そういう気迫と信念っていうのはもう絶対不可欠だと思うんですね。ということで、
まあ、今日のお話を終わりにしたいと思います。アメリカがいいかロシアがいいか中国がいいかとかね、そんな話じゃないんですよ、これはね。そういう話ではなくて、日本人として、まあ、これから世の中の大きな転換があったとして、どうやってその日本人を全うしてくるのかということを、まあ、ちゃんと考えなきゃいけないと。でその時に、今のままの状態だと多分力が出てこない、まあ、とりあえず比較的歴史で近いところで戦前のお話をしました。でその戦前ももちろんですけども、いろんな考え方があったわけでありまして、この大東亜建設という考えも、もちろん全体の中の一つであったでしょうし、またこれを本当に真摯に信じて、行動した人とそうでもない人も当然いるでしょうが、ということよりもまずそういう精神、そういう考えがあったという事実と、そういうことを本気でやろうとしてした人が、まあ、我々の祖先の中にいたんだということを、まあ、やっぱりその強く認識して、これから自分がどうするかということは考える価値が大いにあると思います。はい、じゃあこれで終わります。